はい、では肩甲骨股関節ローリング体操をスタートの動きに応用しましょう。このような形で内回旋と外回旋の肩甲骨と股関節のローリングを行っていきましょう。この動きを利用しながらサイドに行くときは内回旋で逆シングルです。内回旋でフォアハンドです。そして後ろ回旋、外回旋でスタートを置きます。外回旋でスタート、このようなリズム感で呼吸の練習をしてください。